やハロー、どうもこんにちは。アニメリアク職人こと町田ジョギニハマーです。はい、現在12月28日水曜日の午後2時半になりました。さあ、マタラクアガのレールガン S13 話見終えましたけども、超シリアス回でしたね。さあ、ここから14話ですね、いきたいと思います。これ上条と黒子がなんか遭遇するね。はい、アニメ本編流れません。お気をつけください。いきます。3、2、1、スタート。ピンポーンってなって上条が、あ、来た来た。あ、上条映ってるよ。これで黒子も実験を知る？もしかして上条づてに。でちょっと勘違いしました。13話アクセラレートと、第一次実験のシーン流れましたけども、あれって昔の話やね。なんか新しくレベル5のミコトのクローンができたから、そっから新たに一次実験が始まったんかと思ってました。ちょっと一つ、その感想とかを残すために画像を拾うのにちょっと参考にしてる、方の感想を見たんですけども、あ、これ回想シーンやったなと思って完全に勘違いしました。ルフィ陣営エンジンって奥と、ここで女性、これ女子寮じゃないの？男子禁制じゃないのか。
行間様にバレたらまずいんじゃんこれ。旅館様、テレポートが効かないのね。だからそう、ははははすごい蹴ったぞ。あ、猫にゃにゃ言うんじゃん。ああ、せや、なんか、あの時隠したメモや。知ってもだね、上条。あん時隠したメモが。メモも持ってってるわな。自分が戦いに行くよな。
たね、上条。この約束っていうサブタイトルなんやろな。死ぬ気やな、これ。死ぬ気やわな、どう考えても。
やる気はないと。初めて食らったんちゃう、これ。上条バリバリハンサムや。やっべ、上条のファンになれそう。ハンサムすぎるな。上条消したんだ。うわ、
なるほど。上条が行く気か。花田樹さん、あと16分後か。いや、上条男前すぎるやろこれ。上条斗真、最弱と書いて上条斗真なんやね。いやー、まさかこんなちょっと感動ストーリーとは思わんかった。いやー、男は黙って素手で吹く。いやー、ちょっと思ってた展開と違ったな。なんかよ、上条がそのね、黒子と遭遇することで、黒子も実験内容を知ってこうなんか一緒に動き出していくんかなと思ったけど、全然違ったな。上条バリバリハンサムやね。約束ってのはそういうことやね。必ず妹たちを連れ帰るから、何、みんなで笑って平和に何なんつった過ごせる世界が、ね、俺の願いだ、夢だって言ったかな。なんかもうとにかく見事がバンバン闇落ちしていくのがもう見てられへんなこれ。やけどね、そのかつて、寝て起きたら問題解決してくれるママお考えだと、12話かその辺で言うてたっけ、11か12、これが全部夢やったなみたいなね。やけど全てを知った上条がまさか今までね、巫女の電撃全部こうピッて消してたのを受け止め、さらに心臓がちょっと止まるまでのダメージを受けながらも、ついにこう巫女の心を救ったというかね。でしかもアクセラレーターが学園ナンバーワンじゃなければ全てが覆ると、その発想はなかったね。いやー、ただただ一言、上条斗真がハンサムすぎた回、神回でした。うん、まさかちょっと累戦行かれる展開になると思わなかったな。で次最弱とか言って上条斗真と、うん、どうすんだろうね。まあこれサムネイルがもう完全にクローンが妹、シスターズがちょっとやられてるところに、このズボンはアクセラレーターのズボンかな。うん、ちょっとあらすじ読むとね、面白くなくなるんで読みませんけども、はい、まあもうただただ一言、上条斗真最高の回でした。はい、よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここからは僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり大道芸人であり、そして
メインは子供向けのパフォーマンスやっております。で、普段やればできる諦めない、これを伝えたくて、主にですね、保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で2年10ヶ月ほど仕事がございません。貯金でなんとかやってます。そんな中でいつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日で1007日ですね、ようやってます。で、去年の8月18日より一昨年の4月頭ぐらいまで、まあ推定2000本以上の動画消え去りました。その悲劇を乗り越えてやってますけども、13年以上使っているこちらのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしたんで、9月14日に分けました。現在はこちらをアニメのリアクション専門としております。なので、僕のパフォーマーとしての姿もね、皆さんに知っていただきたいので、ぜひともあの応援チャンネル登録お願いいたします。毎日19時に1本だけ動画投稿します。 URL 説明文にあります。はい、で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジダイドギニハマーでした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。